はい、こんにちは、野方ひろです。今日はね、珍しくうちの奥さんと出かけていきたいと思います。河口湖の方になかなかね、いい感じの古民家のいろりの店があるんで、そこで飯食って、あとはあの野鳥公園でも行ってみようかなと思ってます。混んでる。なんでみんな出かけるの？おとなしく家にいろって。これもうちょいするとリニアモーターカーだからさ。リニアで、ね、リニア実験場。いますけど、それはいるでしょ。目的地付近でルート案内の終了します。なんかお昼の予約を受け付けてないとかさ、結構人来んだからさ、受け付けろ。あ、
トスコか。そうなんだっけ、なんで、なんでって知らない。眩しい、眩しい、やめろ、そういう攻撃はやめろ。ちょうどピラート一直線に来るから逆に立たない。冬はやっぱりあれだね。あ、グレートドラゴンとは誰がいるんだろう。多分忙しい。忙しい。ウォークやってるとでも忙しくない？腹ばっかりだよね。ゲラもいるよ、うん、なんかこの味噌サザエとかいい、かわいいね。味噌サザエってめちゃくちゃちっちゃいやつだよね。確かに。あ、そう、体長11センチ。かわいいね。何が野鳥の森だよな。うちの方がよっぽどいるよな。それじゃ普通の森じゃん。普通の森だったらそれは野鳥だっているだろうっていう森だよね。うん。戻る？戻るか。これちょっと怪しすぎる。うん。何が野鳥と触れ合えるの？全然触れ合えないよね。そんなに美味しい話があるわけないんだよ。騙されて、こんなこと騙されちゃいない。ということでね、いやね、帰りがね、もう東名大渋滞で、集中工事なのかな。で、野鳥の森公園では鳥と戯れて遊べると思ったら、全然鳥なんか寄ってこないしね。で、あれから御殿場に寄って、ハムを買って、で、東名で帰ってきました。で、今、奥さんの実家ちょっと寄って、でこれから帰りたいと思います。今日も楽しい一日でした。ということで野方博でした。じゃあねー。